それじゃあジュディス先輩、やっと自宅に戻ってくるんですね。ああ、うん、あんたにも心配かけちゃったわね。バズレイダーの方はやっと諦めたっぽいけど、ここ半月それどころの騒ぎじゃありませんでしたからね。あら、いえいえ、アークライドさんには先輩が本当にお世話になりまして、ビストロの皆さんともどもどうかよろしく伝えておいてください。ちょ、手伝ったのは私の方なのに、なんでこいつに礼を言うのよ。どうせ先輩が無理言って旅先までついて行ったんでしょ。詳細は分かりませんけど、無事戻ってきてくれましたし、尊敬する先輩がお世話になったんですから、後輩としてお礼を言うのは当然ですよ。尊敬するって、まあ当然だけどね。まったく生意気になっちゃって、デビューしたての頃は清楚でほんと可愛かったのにな。遅くはないけど早くもないわね。私だって14だったし、子役からって俳優も多いから、その意味では規格外ですらあるわ。何せ3年かそこらでトップ女優と言われる実績を積んでいるんだもの。あら、聞いたような口を聞くじゃない。私もそれは同感だけどね。狼たちの鎮魂歌もいいけど、グロリアとか度肝を抜かれたし。やれやれ、嫌になっちゃうわね。4つ下に完全に追い上げられると、ま、負けるつもりもないんだけど。誰が残念よ、誰が。それはそうと、あんたさっきのは良くないんじゃないの。何せよマフィア絡みは決着、事務所もぼちぼち平常運転に戻るだろう。このままバイトを続けるかどうか、それぞれ考えておくんだな。何よ、素直じゃない。それじゃあ、それは当然じゃない。私がママたちから引き継いだ後ろ暗くても世に必要な。そっか、何なのかはわからないけど、あんたにもあるわけね。他人には立ち入らせたくない。ううん、立ち入らせられない何かが。できれば部屋はこのまま借りときたいんだけど。まあ新作の封切りもあるし、記念祭までにはマンションに戻るわよ。はあ、その前にママとおばあちゃんにいろいろと報告しないと。繰り返すが、一度死んだ身なのでな。以前のせいでは想像できなかった様式なども試してみたら存外馴染んだ次第だ。お主が読んでいた雑誌などを思い起こして参考にもしたかな。彼自身は一本芯の通った男だ。寡黙だが義に厚く、対局も見通せる。
一般僧兵からも信頼されているゆえ安心ではあるのだが。ああ、私が引退してから就任した人物ゆえ直接の面識は全くない。それどころか総兵長上位の天令省でも完全に極秘の扱いらしくてな。おそらく正体を知るのはごく一握り、数百名ほどの隠密総兵に天令省の枢機卿、対等たる聖杯の総長に法王芸家その人、間違いなく天令省の鬼札であろう。今さら小さいことを言うでない。それに表にせよ裏にせよ、助手たちや昔馴染との関わりにせよ、しがらみが多い方がお主にはよかろう。人は人の間にあって人間となる。良縁であろうと悪縁であろうと、この5年で身に染みたのではないか。背けても背けきれぬものはある。気づけるか否かはお主次第だ、バイオン。これでよしっと。バンさん、そろそろ出かけますか。日向ぼっこにもちゃんと意味があるみたいですね。太陽光を動力エネルギーに変換する機構が搭載されているそうです。はい、さすがにちょっとプレッシャーです。毎年4月下旬に開催される全校を挙げてのアラミス学芸祭、今年入学直後に参加しましたけど、3日間本当に見どころも多くって、とても学生だけで企画準備運営していたとは思えなかったです。正直オデットたちと戦々恐々としているところでして、でもやっぱりバンさんもアラミスの出身だったんですね。ヘレインさんやキンケイドさんと同じく。そうだったんですね。バンさんのことだから突拍子もない出し物とか企画していそうですけど。エレインさんのしかめっ面が目に浮かんじゃいますね。
キンケイドさんは逆に面白がって認めそうですけど。もうグレーなのはその頃からだったんですね。すると学芸祭が終わって5月に生徒会長選挙があって、エレインさんが新会長になった直後にバンさんは辞めてしまったんですね。それもお二人に何も相談しないで、ある日突然行き先も告げずに。そうじゃありませんか？お二人との会話やアラミスの日程からの推測ですけど、それにこの3ヶ月いろいろな意味で鍛えられましたから。引っ込み思案で前に踏み出せない、たった一人の家族に対しても言いたいことが言えなかった子供がちょっとだけ踏み出せて、思いを伝えられるようになりました。全部皆さんが、とりわけバンさんがくれたものです。それは恐れ多いですよ。振り回すというより気にしてほしい人はいますけど。いえいえ、先は長そうだなって。
いては交通情報です。カルバード道路交通所、カルバード各地で革命記念すなお本日より交通所、ここでお天気の情報をお送りします。はい、カルバード共和国各間もなく迎える革命記念祭を祝福するように、この記念すべき日を多くの国民の皆様が、ありがとうございました。仮想戦闘シミュ、仮想戦闘、いらっしゃいませ。いかがしましょう。またお越しください。いかがしましょう。またお越しください。いかがしましょう。またお越しください。何でも切ってね。待ってるから。いかがしましょう。またお越しください。何でも言ってね。また来てもいいよ。何をするのだ。
またそのうち飲もうぜ。しびれるような勝負でもしながらな。いいボトルを開けるとしましょうか。ただし、ジャックはほどほどにね。Thank you.
また今度お茶会に招待するわ。おもてなし期待しててね。